トルモのワースト5お伝えしてまいります。この動画をご覧いただきますと、ダイエットを邪魔するワースト5を知ることで、あなたのダイエットを成功させることができるんですよ。ぜひ最後まで楽しくご覧くださいね。このチャンネルでは、このような様々な腸活法をお伝えすることで、あなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録、また LINE 登録していただきますと、今動画のプレゼントをさせていただいております。ぜひお役立てくださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。まず一つ目の項目、なぜこのワースト5を取ってしまうと太ってしまうのかというそのポイントがあります。それはあなたの腸内環境を悪くしてしまうものたちだからなんですよね。あなたのダイエットをもし成功させたいと願っていらっしゃるようであれば、やはりですね、この腸内環境をまずは整えてあげることがもう大前提になってくるわけなんですよね。そこで私は、このチャンネルでもう様々なその腸を元気にする、食べ物であったり生活習慣であったりと、そういったヒントをですね、たくさん別動画でお伝えしておりますから、ぜひそちらもご参考にしていただければと思うんですが、いかがでしょうか。良いものをいくら取ったとしても、その前提にですね、同じようなぐらい悪いものを取ってしまっていらっしゃったとしたら、これはいつまでたってもあなたの腸内環境がきれいに整うということがですね、できないわけなんですよね。そこで今回そのワースト5を後ほどご紹介していくわけなんですけれども、例えばいかがですか。あなたのご家族ですよね、例えばご主人様がですね、もう最近ちょっとさ、お腹出てきちゃったよって言ってたなと思ったら、何かこうピンポーンとね、アマゾンから荷物が届くわけですよ、ご自宅にね。何これと思ってたら、そのお腹周りをですね引き締める、いろいろあるじゃないですか、こうベルトを巻いてただ巻くだけで痩せるとかね、でこうブル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 こう触れるわけですよ。いや、あなたなんでこんなの買ったのよって言ったら、いやいや、これを巻けばね、お腹がへこむと、痩せるって見たから、もう頼んだよって、お前も使ったらどうだなんてね言われて、奥さんはこう思うわけですよ。いやーって、こんなもの巻くぐらいだったら、そもそも毎晩飲んでるビールをねやめたらいいんじゃないのとか思うわけですよ。そういうことです。なので、いくら良いものを取ったとしても、例えて言うならこのベルトですよね、痩せるベルトですよ。でもご主人が毎晩飲んでるビールをやめない限りは痩せることはできないわけですよね。だってそこで内臓脂肪がどんどんついてらっしゃるわけですから、ピンとこう来るわけですよ。逆にご主人の立場であれば、もしかしたら奥様がですね、雇いに帰ってきたらですよ、いきなり家の中にこう自転車のね漕ぐマシンが置いてあったと。で、なんだこれはって言った奥さんがですね、いや、あなたこれ乗ったら痩せるのよって、今日テレビで見たからもう買っちゃったって、でご主人思うわけですよね。いやいやって、その前にお前その食のプリンやめろよみたいなね、お互い様なんですよ。もう自分ではね、やっぱ分からないことなんですけれども、やっぱりそんなもんですよね。いいものをこれだと思って、もちろんそういうのは大事なんですよ、もちろん効果はあるけれども、その前提の悪いものを断たない限りは、やはり効果って出ないですよね。そういうことで、私は今回あなたにこの動画の最後でワースト5をお伝えしますから、しっかりとですね覚えていただいて、あなたの健康的で痩せるにお役立ていただければと思います。ではここから早速2つ目ですね。じゃあ具体的に何がですねワースト5なのかということなんですけれども、先ほどお伝えした通り、あなたの腸内環境を悪くしてしまうものということになるんですよね。そこでもちろん腸に良いものを召し上がりいただくというのも大事なんですけれども、私は今からそのワースト5ということで、あなたに1つずつ3つ目、どのように取り組んでいけば良いのかというお話をしていきたいと思います。ではまずここからワースト5なんですけれども、まず1つ目はタバコです。もうなるほどですよね、もういいわけないっていうね、
タバコの良いところをご存知な方いらっしゃいますかっていうぐらい、やっぱタバコってもう害っていう形でね、皆様認識おありだと思うんですけれども、やはりそのタバコを吸ってしまわれている方というのは、その全身の血行がもう著しくやっぱね悪くなってしまうわけなんですよね。そうするとお体の隅々にですね、酸素や必要な栄養がやっぱ届かないわけですから、代謝が落ちる結果やっぱり太ってしまうわけですし、まあ、そもそも健康も害してしまいますから、その腸の動きも悪くなりますしね、おタバコはやっぱり悪いわけですよね。なのでタバコはですね、もうあなたの健康とダイエットのためにはもう今すぐやめるということをね、決心されると良いと思います。そして2つ目、ここすごくポイントです。食品添加物、実はこの食品添加物が太ってる原因だということをね、知る必要があるんですよね。もうここすごくポイントなんですよ。なぜかと言いますと、この食品添加物がたくさん含まれている食べ物をあなたが食べてしまうと、その痩せますよっていうその食品にもこちらが入ってたら痩せませんよ。もうここすごく大事で、これは一体まあいろんなものねあるんですけれども、一番私が声を大にしてあなたにですね、これだけは取っちゃダメですよっていう、もう第1位を選びましたから、いろいろあるんですけどもね、まずこれです。取っていただきたくないワースト食品添加物、トランス脂肪酸です。でこちらはですね、例えばあなたが、例えばクッキーを買ってみたりですね、おやつとかいろいろありますよね、を買ったその裏の原材料名を見ていただくと、もうほぼほぼですね、クッキー系、要は小麦系のお菓子ですよね、プロテインバーとかもそうですけれども、あまりねその商品名は言えませんけれども、そういったものですよねは、大体原材料名に、いいですか、ここからメモってくださいね、マーガリン、ショートニング、ファットスプレッド、そしてチョコレートにもよく入ってます、植物性油脂、それから植物性食用油脂、または加工油脂、食用生成加工油脂、加工油、加工脂、このような表示があるものは全てこのトランス脂肪酸が入ってます。たっぷり入ってます。なので原材料名にわざわざですね、トランス脂肪酸入ってますよなんて書いてないわけですよ。ここはあなたがもう今すぐ賢くなっていただいて、分かったと、トランス脂肪酸っていうのはこういうふうに書く代わりにこのような表示で書かれているものなんだなっていうことなんですね。なのでもうほとんどの小麦系のお菓子であったり、甘いお菓子ですよね、要はお菓子ですとか、中にはその調味料系とかですね、いろんなありとあらゆるものにこれ結構入ってますから、ぜひしっかりとお買い物するときにはチェックしていただいて、これが入ってないかなっていうのを選んでいただいて、もしくはたとえ入ってどうしてもっていう時も、原材料名の順番が入ってる量の多い順番ですから、こういったのが最後の方に載っているとまだマシだと思います。ただしやっぱり取らないのが一番なんですよね。なぜかと言いますと、こういった添加物ですよね、が入っているものをあなたが召し上がってしまわれると、あなたの腸が弱ってしまうんですよね。肝臓もそうです。もうその分解にえらい負担がかかるわけですよ。例えて言うなら、もう毎日残業残業みたいなですね、もうヘトヘトです、休ませてみたいな感じになってしまうと、何が起こるかと言いますと、あなたの体で栄養や要はビタミンとかミネラル、そういったこう栄養が吸収できなくなってしまうんですよね。そうするとあなたのホルモンバランスが乱れてしまうんですよ。だ結果ですよ、行き着く先は太るんです。なぜかというと、ホルモンがうまく分泌できないと、あなたの味覚がまずおかしくなってしまって、もうますます太るものが食べたくなってしまったり、過去の私もそうです。もう本当に甘いもの中毒でしたから、もうとにかくやめられない、止まらないなんですよね。もうチョコレート一袋でもあっという間みたいな感じでやっぱなってしまうわけですよ。またはあなたの体重設定をこう司るホルモンがうまく働かずに、もうどん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 ハードルを上げていって、そこにお体がこう合わせよう合わせようって頑張って、頑張らなくてもいいのに頑張ります、その体重増えた体重に私行きますってね、めちゃくちゃついていってしまうんですよね。
いやいやって思ってもダメなんですよ。なぜならこういったものを取っているから、傷がつかないうちにです。ですからもう本当に気をつけていただきたいと思うんですよね。一番いいのはやっぱ手作りなんですよね。そしてしっかり材料チェックするなので、私もですねこの YouTube チャンネルでねたくさんの腸活メニューの食材お伝えしてるんですけれども、もう買い出しする時間めっちゃくちゃ時間かかってますかね。もうなぜかというとですね、もう自分自身のですねその家で使う食材も買う時もいちいちですよ、原材料チェックするんですよね。ああ入ってるダメだみたいな、ほぼほぼ把握はできてるんですけれども、ちょっと変わったね変わりだね、こう見てみたいなと思って手に取ることもやっぱりあるんですよね。いろいろ開拓したくって。なので一回スーパーに行くとですね、もう端から端隅々までもう本当にこうもう行くルートをこう蛇行するようにですね、アップダウンですよね、もう行ったり来たり全部食品を見てチェックしてはダメだチッみたいな感じで戻し、でまた手に取ってみたら繰り返すわけですよね。もう完全に怪しい人なんですよ。なのでそんな人を見かけたら間違いなく私ですし、もしくはこの私の腸活のダイエット腸活ですよね、腸活ダイエットのこのチャンネルを見てくださってるあなたや、またあなた以外のですね方々がそうです、怪しい人ですよね。だって一回一回チェックしてくれるわけですから。なのであなたのもしですねお買い物中にそんな方が近くにいらっしゃったら、あこの人も多分スミカ先生の腸活ダイエットチャンネル見てあの食材探してるのかなとか、ちょっと声かけてね、もしかしてあなたが探してるのはこれですかみたいなね話しかけてもらえたらすごくね嬉しいですね。もうお仲間ですから私たち、もう腸活仲間です、ね、コミュニティですからね。もうあなたのお仲間が全国にいますから、もうぜひぜひチェックしてみてくださいね。ちょっと話が脱線しましたけど、元に戻しましょうね。まずは2つ目は食品添加物でしたよね。こういったものがいろいろあるんですよ。他にも分かりやすいのは漢字で調味料カッコアミノ酸などと書いてあるのも化学調味料ですから気をつけましょうねということで、特にお体に害があるのはこのトランス脂肪酸ですから、こちらの項目覚えてくださいね。私も全部頭に入っております。そしてどんどんいきましょう。3つ目抗生物質です。こちらはですね時と場合によります。なぜかというとやはりお薬ですからね、あなたの何かご病気を治すためにはやっぱりどうしてもね飲みたくないんだけど、やっぱりその菌を殺さないといけないわけじゃないですか。私も親知らずをですね抜いたんですよ去年、何ヶ月前だろう、3、4ヶ月前に抜いた時も先生からですねその菌が湧いたら治りが悪くなって悪化していけないから、やっぱり傷口を治すためにはこの抗生物質をね必ず決められた量を飲んでくださいって3日間出たんですよ。もう嫌だなって思ったんです。なぜかというとこの抗生物質を飲んでしまうと、もちろんその悪い菌も殺してくれるんですよね。と同じようにあなたの腸内の良い菌も死滅、もう全部殺してしまうわけなんですよね。なので私がもう一生懸命育てたですね良い菌もこれで殺してしまう、もうなくなっちゃうってやっぱりね嫌だったんですよ。嫌だったので飲みたくなかったんですけれども、ここだけの話ですね、1日は飲みました頑張って。でもすっごく傷口の状態が良かったのでもう1日でやめたんですけれども、内緒ですよ、3日間飲まなかったんですけども、必要な方はちゃんと飲まなきゃダメですよ。私の状態良かったから私は飲まなかった。そしてその抗生物質を飲んだ後はですね、飲んでる途中もそうですけれど もうとにかく腸内環境が整うものをいっぱいいっぱいですね、もうよりすぐってね食べたんですよね。なので私は回復が早かったわけです。ですからあなたもですね私と同じようにもうどうしても飲まないといけないってあるじゃないですか、抗生物質。なので飲みますよ、飲むんだけれども決められた量飲むんだけれども、その対処法が大事です。放っておかないでくださいねってことですよね。抗生物質を飲んだ時はあなたの腸がやっぱり乱れてしまう、腸内環境がどんどん崩れてしまって太ってしまうわけですから、そこをいかにですねリカバリーできるかというのがもうめちゃくちゃ大事なので、ぜひ抗生物質を飲まないといけない場合はもうとにかく腸活メニューですよ。腸内環境の善玉菌と呼ばれるその痩せ菌をいかに増やすか、いち早くですよね。
もう殺しなるものかですよ。もうどんどん救ってあげてくださいね。増やして救う、ここがポイントになってきますから、ぜひ抗生物質の取り方も気をつけてくださいね。でよくよく病院の先生にもできればこういった強いのではなくって、他にいい薬ないですかとかご相談されると良いですよ。例えばこう腸内がちょっと今悪いからとかね、腸内環境を悪くしたくないんでとか、ぜひ相談してみてくださいね。私も必ず相談しております。では4つ目に行きます。お酒です。いかがですか、あなたは晩酌されてますか。毎晩毎晩飲んでますとかね、あのお好きな方ってそうですよね。もう私の主人もそうです。もう毎晩飲んでます。もう欠かさず飲んでますよ。もう出会った頃から今までも欠かさずね、飲んでない日はね、もう本当に私があのファスティングのね、あの指導といいますか、ご主人をですね、ファスティングする時だけしか彼はですね飲まない日はなかったというぐらい毎晩飲んでますよね。そう、お酒が好きな方ってやっぱりね飲めますよね。いいんです、飲み方さえ工夫すれば。ただしやっぱり飲みすぎてしまうと腸に蓋をかけてしまう、肝臓に蓋をかけてしまうから、やっぱり太ってしまうんですよ。で特に糖質がめちゃくちゃ高いお酒はやっぱり NG ですよね。ですから同じアルコールであっても糖質が低めのもの、しかも私はここでですねあなたにお勧めできるとしたら、やっぱりポリフェノールがたっぷり入った腸内にもあの良い影響を与えてくれる、やっぱり赤ワインをねおすすめしたいと思います。赤ワインでしたら、まあ、アルコール度数もまあまあまあですけれども、やはりできればあの有機栽培 の, あの酸化防止剤とかが無添加のものを、まあ、1杯ぐらいですかね、コップ1杯ぐらいを、まあ、1日おきとか、まあ、週1週2ぐらいにですね置き換えて飲んでいただければなって思います。今飲んでらっしゃるチューハイとかですね、ああいったもう砂糖や人工甘味料がたくさん入ってしまうお酒はもうとにかくねもう良くないですよね。もう太ってしまう、道まっしぐらになってしまうので、そのものでも完全にやめるって辛いじゃないですか。わかります、やっぱりね何でもそうですけど完全カットってかなり苦しいですよね。私もそうです。ですからここで今まで飲んでいた糖質の高いお酒から、あなたも今すぐ無添加のお体に良い赤ワインを、まあ、1杯ですよね、何日かおきに飲んでみてくださいね。そうすることで腸に負担をかけずに、あなたは美味しく飲みながら痩せることができますからね。さあそして最後のワースト5は白砂糖になります。もうこれはもうね、もう当然というね、まあ、ものになってくるんですけれども、やはり同じ甘みのものであれば白砂糖、お砂糖が入っているものよりも、例えば私もそうなんですけども、美味しいさつまいもをふかして、まあ、さつまいもダイエットという動画でもお伝えしてるんですけれども、熱々の温めたお芋は太りますから、あったかいお芋を一旦冷まして召し上がってもらうとかですね、工夫したいですよ。それとあとはやはり食べ過ぎてはいけませんけれども、できれば、まあ、ドライフルーツを適量召し上がっていただいたりとか、あのきな粉を使った甘みを入れたヨーグルトとかですね、そういったものにこう上手に置き換えていただく、腸活メニューに置き換えていただきますと、上手にあなたは甘いものを摂りながらも、まあ、ダイエットに成功することができるわけですよね。なので私もですね、もう以前はこの白砂糖中毒でですね、もうそれはそれはねよく食べてましたね。朝からケーキが平気、菓子パンも食べる、1日3食の後は必ずデザートを食べる、夜 寝る前はあのお風呂上がりにアイスを食べるとかですね、まあ、そんな人でしたから、まあ、それはそれはひどかったんですよ。今より10キロ太ってましたし、またもうひどい体調不良になりまして、もう本当にねもうどん底っていう時期もありました。そこをやはり断つことができたのがこの腸活なんですけれども、一番大きかったのはやっぱりこの白砂糖をやめたことなんですよね。なので私はですね、家にお砂糖はね調味料としてないんです。買ってないんです、そもそもねないんですよ、お砂糖使わないんですよね。その代わりに蜂蜜を使ったりメープルシロップを使ったりっていうことをお料理にもあの代用して使っております。まあ、それだけ白砂糖ってね、もうとにかく腸内環境が一番汚れるって言ってもいいぐらいのものなんですよね。汚すのは白砂糖、蓋をかけるのはこの添加物とか抗生物質なんですけれども、結局白砂糖がなんで悪いかっていうと、あなたの腸の中にいるそのデブ菌と呼ばれる悪玉菌のもう大
好物がこの白砂糖なんですよね。で一旦入れてしまうと悪玉菌の餌になるわけですから、もっと食べたいってね、やっぱ脳にこう指令を送るんですよね。脳腸相関といって脳と腸がつながっている関係で、もうすぐに指令がね行くわけですよ。もう漏れなく行くわけですよね。いかがですか。もうこんな漏れなくねもらえるプレゼントだっていらないかなって思うんですけれども、もらっちゃうんですよ。受け取っちゃうわけですよね。そうするとますますあなたの甘いものが食べてしまう、やめられない、止まらないということになってしまうわけですよね。そうするともうその太るその負のスパイラルが抜け出せなくなってしまうんですよね。ですからその白砂糖に置き換えていただきたいということと、工夫としましてはそうですね、白砂糖をその立つ代わりのものを召し上がっていただくということと、そのあそんなに悪いんだということが知るべきですよね。それはどういうことかというと、白砂糖を食べてしまうとそのあなたの胃とか腸がですね、ピタッと動きがね止まってしまうんで、特に胃ですよね、止まってしまうんですよ。で胃が止まってるのに食べるから、もうどんどん負担をかけ、消化吸収に負担をかけて、結果腸に負担をかけてっていう、その悪いスパイラルになるので、甘いその白砂糖を食べてる時というのはあなたの胃の動きが止まってるんだっていうのをやはり覚えていただきますと、食べ方にも工夫ができると思うんですよね。まあ、どうしても入っているものであればよくよく噛んで咀嚼して、もとにかくその唾液で分解してしまってからの胃の方に入れてあげるとかですね、いろんな工夫ができますから、ぜひあなたも工夫してみてくださいね。さあいかがだったでしょうか。この動画のまとめです。あなたのダイエットを成功させるためには、今お伝えしましたワースト5のものを工夫してやめてみる、もしくは置き換えてみるっていうパターンでどんどん腸活を成功していただき、結果あなたの腸内で痩せ菌と呼ばれるその善玉菌が元気になって、いつまでも居続けてくれる状態をまずは作ってあげることでしたよね。良いものを入れるのも大事ですけれども、入れる前にそもそものその悪くなっている原因のものをやはりバシッとですねカット、もうさよならですよね、もう断捨離ですよ、もう腸内の断捨離をしていただくと、あなたのダイエットはますます加速して、本当にですねもう根本的な健康と痩せ体質を手に入れることができるんですよということ。なぜこんなことを私が言えるかと言いますと、私がそうだったからです。そして今こうして腸活を私がですね手に入れたことで、もうこんなにも元気に笑顔であなたの前でお話をお伝えできるということが本当に幸せなんですよということをお伝えさせていただきました。さあこのチャンネルのお話をですね、もうどんどんお役立ていただいて、またご質問おありの方は LINE ご登録を皆様どんどん私にねコメントいただいてますので、あなたも何かございましたらいつでも私までコメントくださいね。楽しみにお待ちしております。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。